今月、福岡市で開かれた長坂真護さんの展覧会。これあれじゃん、ほら電気の。飾られていたのはキーボードなどで作った恐竜。さらにテレビチューナーを眉毛に、ゲーム機器を唇に見立てた作品、2200万円。こちらは洋服がパッチワークのように重なりドレスに様変わりしたオブジェ、3850万円。この多くが元はゴミだったものでできているといいます。長坂さんはゴミを画材にするアーティスト。路上で絵を描き各国を回る中、世界中から電子廃棄物が集まるガーナのスラム街と出会いました。ゴミを使った作品は高く評価され、最高額は2億円。ただこう絵を描くだけじゃなくて、絵を描いてその収益でまたあのガーナに還元をしてっていう、そのいい循環に、まあ、やっぱりすごい感銘を受けたので。捨てられたものがガーナを救うお金に。制作現場を訪ねました。まあ、ここで、あの制作をずっと毎日やってて、去年は1000点ぐらい、今年も500点以上やっぱここで一点で制作を、うん、山積みになっていたのは、うわ、なんかちょっとこれだからワープロ、パソコンじゃなくて、うん、しかもメイドインジャパンって書いてあります。あ、本当だ、ここに日本で作られたものがアフリカにある。これ VHS のテープとかもやっぱもう今使わないでしょ、やっぱこういうのゴミになっていくわけですよね。これを引き伸ばして、うん、こういう繊維状にして、うん、あの髪の毛に使ってます。あの髪の毛って再利用、これなんですか、はい、引っ張ってまとめて髪のようにしていくと。なぜゴミから作るのか。ガーナのスラム街アグボグブロシーとの出会いは衝撃的なものだったといいます。地平線の一歩手前まで、我々が捨てた電子機器の、まあ、亡きがらみたいなものが続いてる。2つ選択肢があったんですね。粛々とね、なんて日本人で生まれてありがたいんだと思って生きるか、スラム変えるって言い切るか。半年ぐらい悩んだんですよ、どっちやるか。自分の人生を一変してしまうような、それぐらいのインパクトがありましたね。アグボグブロシーは世界中から集められた何千トンもの電子廃棄物が投棄される電子ゴミの墓場。スラムの人々は電子ゴミを燃やし、取り出した金属部品を売って生計を立てていて、有毒ガスを含む煙が充満し健康被害が出ているといいます。そんなこの地に長坂さんは、今リサイクル工場現地にね、あと農業、あと EV バイクの開発をおかげさまで32名の従業員と一緒にやらさせてもらってて、自身の収入は売上の 5%、 売上の多くを元手にガーナでの事業に再投資しているといいます。ゴミをゴミと称して捨てていた時代、野蛮な時代、旧石器時代みたいな紹介で、僕のアートが多分ルーブルの真ん中にモナリザの隣に、それがモナリザをのけて、うん、恥ずかしい時代の象徴として、僕のアートはその代表作になると思う。長坂さん、このアートで生み出したお金で今後はこうどういったことを目指しているんですか。はい、まあ、こうした作品販売した利益でですね、まあ、リサイクル工場、今オーガニックの農園などガーナに作っています。目標は1万人の雇用を作りたいです。今は32名なので今のところ 0.32%、 でもこの活動を、ね、進めていって1万人が住むサステナブルな街を作ることができたら目標達成率 100% になる。その、ま、街の大きさ、その自分のキャンバスがそこに動く生活、サステナブル社会が形成されていたら、そこに立つ、まあ、建物全部ですね、平和という作品になって、ピカソが持つ原画記録1万3500点を超える僕の1万3501点目の作品にしていきたいなと考えています。なるほど。
ほど、この街全体がもうそれ自体がアートっていうことなんですね。そうですね、それをキャンバスとして見立てています。そしてこの各地で開く個展ではいつも同じタイトルをつけているんですよね。その理由は何でしょうか。はい、あの個展タイトル Stay a Black Star というタイトルなんですけれども、はい、1957年にガーナの国立の時、国立社会独立国家がですね、独立した時にですね、あの国際社会の中でガーナの国旗にですね、書かれた黒い星のようにまだ我々の星は輝いてないというメッセージがあると。だからその星を輝かせるために我々はこれからもね邁進していくっていうのが我々の目標です。なるほど、ありがとうございます。はい、そして東京の日本テレビの本社では27日から31日までの5日間長坂さんの作品の展覧会を行います。入場は無料ですので、この機会にぜひ足を運んでみてください。